年の日本シリーズ展開が目まぐるしく変わって目が離せない。間違いなくここ5年では一番面白い。もうちょいホームラン出てほしいわ。それはしゃあない。投手のレベルがすごすぎる。史上最強ちゃうか。言うても得点は入っとるし、単純な長打力不足やろ。ここ数年では一番盛り上がってるとは感じるな。ミスした方が殺されるヒリヒリ感がええな。これぞ短期決戦って感じで。エラーが多いのが気になるけど、展開的にはほんま面白い。 1.2 戦目オープン戦、3戦目からようやく開幕って感じ。7戦まで行ったら伝説の日本シリーズになる。